皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。先日ですね、ヤフーニュースで、こういうニュースがありました。何も非がない、生徒さんをついカッとなって、殴ってしまったという先生がいたと、ね。ただ単に話しかけてきた生徒さんをこう殴ったという先生がいたというニュースをね、聞きました。まあ、びっくりするようなニュースではあるんですけれども、まあ絶対起こり得ないかというと、私はそうとは思ってないんですね。ついカッとなってと、非常にこう恐ろしい、反射的にやってしまったということだと思うんですけども、正直に言うと私は生徒さんに対してそういうようなことはなかったんですけども、プライベートの人生で、例えば殴ったまではないにしても、例えばこれはね、皆さん聞いてる皆さんの中でもいらっしゃると思うんですけども、つい思わず口走って相手を言葉で傷つけてしまったとか、例えばね、そういうことってありませんかね。うん、だからまあ今回殴るってのはもちろんひどいことなんですけども、形を変えて、あるいは程度は低いものの、思わずこう相手を傷つけてしまったという経験というのは、まああるといえばあるんじゃないかなというふうに思うんですね。だから今回のニュースというのは結構人事ではないというふうに私は思います。まあ、皆さんとね、人によってどうでしょうかというところですけども、私は人事とはとてもじゃないけど思いなかった。で、このついカッとなってと、で手が出てしまった、あるいは暴言を吐いてしまった、相手を傷つけてしまったということは、私はこれまでもあったので、すごく悩んでいました。うん、まあ今でも克服できたなんて軽々しくは言えませんけれども、まあここ最近はそういうことはないかな、ほとんどないかなという感じの日が続いていると。うん、まあ今後も気をつけていきますという現状ではあります。はい、ですけれども、まあ本当に悩みましたね。だからついカッとなってたのはコントロールできないって意味だから、それで今後も人を傷つけてしまうんじゃないかっていう恐怖、すごくありました。どうしたらいいんだろう、コントロールできないものをどう気をつけていったらいいんだという恐怖というのはあったんですけれども、私なりにここ最近はそういうことが減ってきている、ない日が続いていると。なんでだろうと振り返った時に思い当たる原因があるので、ちょっと今回ね私なりの考えを共有させていただきたいんですけれども、一つはね、やっぱりね、緊張感を持って仕事をする、人と接するっていうことですね。はい、よく親しき中にも礼儀ありという言葉がありますけれども、例えば家族であっても、普段接している、ね、人でも、学校の先生であれば毎日接している生徒さんであっても、ね、本当にまず一定の敬意の念を持って接すると、ね、それは最低ラインっていうのは必ずありますよねっていう話、ゼロではいけませんよ、ね、いて当たり前とか、ね、来て当たり前なんていうふうに思っちゃいけない、ね、今日もありがとうと、ね、今日もよろしくねという気持ちを持って接すると、ね、で、やっぱり最低限の緊張感を持って接するっていうことですね。で、私の今の仕事っていうのは自営業なんですよ。うん、ギター教室あるいはギタリストとして自営業なんですね。だから一回一回の出会いっていうのは勝負なんですよ。それをね、なんかついカッとなって、殴ってしまいましたなんてやった日には、もちろん言語道断ですね。ですし、あとは、暴言もそうです。その一言で相手を傷つけてしまう。それでもしかしたら立ち直れないようなこともあるかもしれない。まあ、もちろん、完璧ということはないにしても気をつけるべきですね。一回一回の勝負。うん。で、もうそれが直接、収入に響くんですよ、私の場合は。やめていきますから。だから、すごい毎回緊張感を持って接しています。レッスンでもコンサートでもね。やってます。で、多分というか、私も学校の先生していたから思うんですけども、私より学校の先生の方が緊張感は少ないと思います。
うん、なんでかっていうと、多少もう、まあ、あの罪のない生徒さんを殴ったっても多分傷害罪とかになると思うんで、それはまた別ですけれども、暴言の類ってね、まああのニュースに出てないだけで結構あのあると思いますね。あのまあ私はないように気をつけて生きて、あの仕事をしてきたつもりではいるんですけれども、よくね、あの当時働いてた時にあの生徒さんからこう噂ってのは聞きました。授業中に誰々先生がこんなことを言ってきて嫌な思いしたとかね、そういう話でよくあの聞いてきたので、結構あの心ない一言ね、いうのは結構あのあったなと。おそらく今でもニュースには出るほどでもないけれども、うん、それで本当に生徒さんが嫌な思いしたということは今でもあるんじゃないかなと、うん、それはやっぱり緊張感がないからですね。でなんで緊張感がないかっていうと、そういう暴言を吐いてあの生徒さんが嫌な思いしようが、まあ、まず辞めることはないし、学校ね。で仮に辞めたとしても給料が変わらないんですよ。だから緊張感が生まれにくいんですよ、うん、まあ、だからね、私と同じような緊張感を持っていきましょうなんて言っても、まあ度合い無理だろうなとは思うんですけども、でもやっぱりじゃあそういうことをする先生に対して言いたいのは、そういう傍若無人な言動というんですか、そういう先生に対して言いない、それで楽しいですかと、仕事が楽しいですかと、ね、そうやって生徒さんを傷つけたりして、ただ思ったことをただバーッと言ってると、そういう仕事をして楽しいですかっていうこと、ね、だからある程度の敬意の念を持って接した方が、むしろお互い気持ちよくなれるし、楽しい学校生活が送れるんじゃないですかということはね、言いたいと思います、うん、だからより良い仕事環境のためにも、まあ、愛情を持って接すると、まあ、もっと言うと愛を持って接するということが大切じゃないかなというふうに思います。だからなんとか言いまかしてやろうとか注意するときもね、私は時と場合によっては叱るとか注意するっていうのはあっていいと思うんですよ。あっていいと思います、うん、全部いい子いい子だけじゃなくてもいいと思うんですけど、大切なのはその注意する叱るという時に根底として愛があるかということ、その、叱る相手の方に対しての愛があるかということ、ただ単に自分にとって都合が悪いから、それで強制してやろう、どうにかしてやろうと言うんじゃなくて、本当に生徒さんのことがとか相手の方のことが好きだ、ね、うん、大切な存在なんだと、だからなんとかなってほしいという愛を根底にあれば、それって必ず伝わると思うんですね、うん、だからその愛を持って接するというのが日頃からね大切じゃないかなと。それをなんかバカにしてやろうとかね、ギャフンと言わしてやろうとか、そういうのってやっぱり学力とか関係なく絶対どの生徒さん相手にも伝わっちゃうので、それはやめた方がいいかなと、ね、だから、一言で言えば緊張感を持って接する、ね、ちゃんと礼儀とか尊敬の念を持って接するということですね。あとは愛を持って接すると、緊張感を持って接する、愛を持って接すると、ね、これがあればついカッとなってというところで防げないんじゃないかなと私としては思っていたんですが、結果としては、だいぶ防げるようになったので必ず克服できます、ね、でもしそれでね、悩んでいるという方がいれば、私のねそのこれまで取ってきた考え方というのをちょっと参考にしていただければなというふうに思います。はい、それではさよなら。